お父さん、お茶ですと。おおって何をしようお父さんよっぽどこれが気に入ったかしら、ビッシュかけちゃう。うん、ありがたいことよ。え？はい、ではですね、はい、ショーの始まり、ショーと、はい、今日は何の日でございますか。ハロウィーン。違います。おばあちゃんの日。そう、おばあちゃんの日です。おばあちゃんの誕生日ということで。そういうことだぞ。はい、ちょっといただき物をいただいてますので渡します。エプロンかけてごめんなさい。はい、まあ、じゃ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 ーん。で、ちょっと待ってよ。ね、ハサミ、ハサミ、まずハサミ、ハサミの準備をお願いしたんだけど、今日は俺が準備したんだけど、まあ見てみてください。どら、今日は取ってあげましょう。取ってあげましょう。はいはい。まあ、すごい。座り、座り、座り。そう、こうやって開ける気、開けたらね、なんかすごい出る気。空気から中を開けてみてね。もうそろそろいらんの。はい、まずまず一発、はい、どうぞ。はい、はい、いやー、すごいすごい、ほらすごいです。誕生日のお祝い、それ開けてください。はい、そろそろこっち。まあ、かわいらしい。ちょっと待って俺は旅行するときね、カメラを包んだ入れるところにいっぱいあげますね。これです。うわ、帽子やけど。友達のグループの帽子や。グループがよくわからないけど。これと一緒よ、これと一緒よ、帽子よ。そうやと思う。ほら、帽子、うん、これと一緒よ。うん、それはね、あの、北海道の方からいただきました。うん、ぶっついこれ。うん、おばあちゃんにって。まあまあ、ほら、これはこれでも、うん、うん、けど、こう、あの、北海道の方が頼んでくれて、うん、ありがとう。うん、ね、まあ、見てみて。飲む楽しみだ。うん、うわ、うわ、一緒一緒、これね、三条三富。ほら、ブランドコーチ製品を通してお客様にハッピーになっていただきたいことが聞こえませんが、何よりの喜びです。何とかや、何って書いてる。大学、大学、大学、大学。メガネかけてるのを読めます。この度はブランドコーチという会社でお金、ブランドコーチの商品をお手に取っていただき誠にありがとうございます製品を通して、うん、通じて、通してお客様にハッピーになっていただけることが何よりの喜びです。うん、丁寧に検査、検品、検査いたしましたが、満月の不都合がございましたら、速やかにか、なんとか言う、迅速。ここが小銭入れやね。うん、迅速に対応させていただきます。嬉しい。見せて見せて、ばあちゃん、それちょっとばあちゃん写真撮る。 ここがね、多分小銭入れやと。お気に召しましたら、SNS 等でハッシュタグ、だから糸のいい右肩下がりはなんてハッシュタグ言うか、そうよ、糸のいいじゃない、ハッシュタグ、ハッシュタグ、よう読めるね。高知の財布、ハッシュタグ、なんとか言うわからん。
ハッシュタグはブランドコーチで、うん、対応いたしていただけいたいで、ここへお札入れ、そう、これでね、うん、ここへ名刺が入るの、名刺とか、うん、あのいろいろのね、うん、まあすごいこれ、財布使うてくださいっていうことやね、そういう可愛らしいね、デザインが、とりあえず受験の、まあ、受験よくやりがいに、これからもおなるとよろしくお願いし申し上げますと、うん、株式会社ブランド工事、うん、代表うんとこういうこと、いや別に言うてもらってもかまんが、言うてもこれはかまんが、そうだってお店やもん、ね、代表中島五一拓一か何でよ分からんけど小一やおか匠の一と書いてる、はい、お父さんこれから言ってくだんのこと、私ね、財布が欲しいと思う言ったの、こう見よってごらんよ、あ、財布欲しいと思えた、うん、よかったね、よかったね、ええ、これね、これまた英語、まあねここがね、ここがね、小手に入れ、これでね、何なんせんの、ほんで、ここが札入れ、うん、どっさり入ります、で、ここがほら、いろいろ定期とか、うん、あの、いろいろこう入るようになっちゃうんで、こう、よかったね、これはいいよ、なかなか これはすごくいいね、いいね、なかなか、こじんまりと、これすっと見て出せるやん、カード入りませんね、このまま、カード入りませんね、まーい、早速使わせていただきます、うん、ありがとうございました、ねえ、よかったね、次、次、時間がいい、嬉しいです、次行きましょう、はい、はい、これもそれも開けてみて、それはね、あの鹿児島のね、鹿屋っていうんかな、うん、トールペイントされる方から、財布ありがとうございました。もう欲しいと思ってた。よかったね。まずすごく、すごく素晴らしい財布じゃね、うん。大切に使わせていただきます。うん、欲しい欲しいやったが、うん、本当夢は彼女だけだもんじゃね。よかった。うん、なかなかね、うん。よかったわ。あの、まあ、なるだけ辛抱して長いこと持つけど、うん、ちょっと変になっちゃって欲しかった。よかったね、ちょうど。ちょうどよかった。ちょうどよかったね、本当じゃ。夢みたい。欲しいと思ってね。うん。思いやったところ。開けるのも楽しみだしね。うん、自分で何と思う、言い当てて何と思うんですか、何じゃろう、何でしょう、まあすごいプレゼント、うん、嬉しい、春春財布はいいの、春ね、秋財布は、開けてみっくり、たばけたばこうよ、いや、これ何、ね、え、おぉ、いや、エプロン、あたしエプロンでしみちゅうから、ええー、わ、ほらまた春らしい、これからの初夏の、ほら、いや、早速、切ろうか、早速あ、そうやね、つけちゃってやる、うん、早速切ろう、すぐ今聞いたら、それよかったよかった。まあそれ見てみて。やね、うん。なんか落ちたで。いや、あ、それ手紙。うん。これは手紙じゃない。不全不全。読むのそれは太い大きい字、あ、綺麗な字やね。すんごい達筆。わあ、達筆の、もうちょっと教養が伺われる達筆じゃん。はじめまして、こんにちは。いつも楽しく、
著作的な、いや恥ずかしいわ、動画を配信してくださり、いつもの、いつの間にか、おじいちゃん、おばあちゃんの、不安となりました。おじいちゃんは物知り、おじいちゃん物知りやって、物知り。博士。おばあちゃんも漁師の先生。やって書いてる。恥ずかしいね。おばあちゃんの料理、夕食の準備に気軽にしない、夕食の準備に気乗りしない時もおばあちゃんの心のこもったお料理を見習いながら頑張っています。ありがとうございます。なんと、ともくんのおばあちゃんの父さんに合わせて、見習い頑張ったりします。ともくん、これともくんの動作、何これ？で、動く動作に合わせる効果音にも大笑いしたり元気をもらってます。私は、おう、すごい。私はトールペイント講師をさせていただいていますが、ぜひおばあちゃんに割烹着を、ね、と、まあ、おばあちゃんのイメージのお色でバラを描きました。まあ、バラを描きましたけど、事実で、それ書いてくれちゅうんや。すごい、あら、書いてくれちゅうやか、ご本人が書いてくれちゅうんやで、世界でいたと、よろしければ、つけてくださいね。あ、早速つけてや、洗濯機でジャブジャブで洗っても、こう洗濯でジャブジャブ洗っても色落ちしません。すごい、高いって言って、たくさんつけてきて、つけてくださいね。まだまだコロナで油断はできませんが、皆様のますますのご多幸でお祈り申し上げ候と、ほんまに候って書いちゅう、はい、お祈り申し上げ候とか言うて、お祈りいたしますって書いちゅうよ。鹿児島のかや、かやってほら、あの、かのややって、か、しかのやというところはね、いろいろテレビ新聞でいうところの場所じゃ。心を込めて、私ね、で、教養のあるね、すっと見てもらう、教養のあるじいや。100万本のバラがある、こう、あの、施設というか、バラ園みたいなのがあるんやって。すごいね、あ、すごい。おばあちゃんのイメージした色に、世界で一つしかないね、これ、色でバラを描きましたと、イメージの、ね、色で、いいじゃん、いいとね、そうよ、はい、つけてみます。ここ、解いてください。おしろ、今切ってる。いやー、すごいエプロンばっかりしてるから、どうぞ、はい、絵描いてくれたみたいよ。そう、描いてる。はい、まあ、すごいね。いや、ここにもあるわ。ほら、かわいい。これ、もったいない、これ。まあ、嬉しい。嬉しいわ。頑張って。それで立ち上がって、もうちょっと待ちよ、待ちよ。こっちやってから立ち上がって。あ、それええわ。いや、長さもちょうどまで長くないし、いい、これ。大切に使わせていただきます。まあ見て、これすごい素敵でしょ。ほら素敵。まあまあいいけど、もうちょっとこじくん映らんて。映ってる。ほら素敵、ご覧、かわいい。こっちやね。すごいね、ちょうど。まあかわいいね。
150cm、155cm ちょうど。手ができんけ、左手で、ね。これはすごい。ね、いや、似合う似合う。うん、まあ、ありがとうございました。よかったね。でもね、これがここがの、ねえ、これがまたね、すごいね。ねこれ世界で一つ、1枚。そうよ。世界で一つよ。これは世界で一つだよ、ね。これ、ね、本当に。キラキラと、もう真珠が光るよみたいなキラキラ。いや、もったいない。ちょっとここの鏡を映してくる。おばあちゃんにはもったいない割烹着ええかもしれん、確かに、うん、あのいつも割烹着してるからやね、はい、素敵なあれいただきました。よかったね、素晴らしい誕生日プレゼントやね。分かるようになったろ、これで。うん、すごい、もったいない。ええわ、ものすごいおしゃれな。これエプロンにするの、書くのもったいないみたいな、うん、ね、それまた別の男の別の方、ケンちゃんの入り越さんから。ああ、そうやね。これ何？いや、T シャツ全部蓋を拭いて、拭いて中出して、いや、もう幸せ。中出してね、ご利用してるんで、写真の方を見て、向こうの写真の方でいただきました、うん、やっぱりあの、ありがとうご利用するんだ、いただきました。いや、もう素敵、こらそれはじいちゃん用かもしれんね、T シャツは。大きいね。あ、T シャツはじいちゃんにくれちゅうかもしれん。あ、これはそうじゃ、おじいちゃん。これおじいちゃんじゃ。ケンちゃんの入り小屋からの、わー、すごい、ありがとう、ケンちゃん。じいちゃんにやね、それは。ケンちゃん、ありがとう。これは L じゃん、おじいちゃんよ、これ。あ、それもおばあちゃん、L って書いちゅうき、じいちゃんよ。おじいちゃんじゃん、ケンちゃん。これはね、あなた、あなた、あいと。いや、でも L サイズやからね。L でも私が着て、これ、ね、T シャツはパンマンのやから。いや、すごいすごい。あ、大好き。あら、うまいが。お、すごい、おいしいが。お、これ、これ、これ、おっさん、うまいわ、これは。ねえ、これおいしいがね。そのね、ごぼうちゃんはね、作られる方がもうお亡くなりになってね。あら、まあまあ、その味をどうしてもよう出せんかったって言って、もう残っちゃった商品のうちの、うん、正直なことが好きやからいただいたんよ。だからもう食べれん、それ、うん、すごいおいしいけどね。まあ、じゃあその中、もう一つ入っちゃうやん。これおいしいがね。うん、いや、もうすごい、これすごい美味しいな、とってきたのごとし、これは美味しい、すごい美味しいな、うん、これはけど、いや、開け方がね、開け方がね、あかんの。これはね、これの下は綺麗。はい、これ開け、はい、これだけや。まあ、夢みたい。まあ、すごい。すごい、寄ってくだんのことし、うまい、ね、おい、これはええわ、世界一、うん、これだと一台切れら一台、うん、私の一台切れます、ありがとう、幸せね、本当に、本当にもう一つから、うん、見てみよう、あ、
なんちゃここが。はい、どうぞ、ここ。開けてください。はい、どうぞ、こう。こうって。わかった。開けて。そうそう、もう重いグロー。いや、違う。おー、いや、それ、倒れる、倒れる。こうや。いや。いや、お誕生日おめでとうございます。中へメッセージが入っちゃう、裏に。違うか。まあ、豪華に梱包して。すごい。ちょっと待ってよ、見せて、それ。幸せ。これ、まあ、これこのメッセージ、はい、ここの上。はい。ちょっと待って、気を抜けて。ねえ、これと。まあ、すごいいろんな商品をいただいて。本当に幸せ。幸せ。ねえ。おじゃこ、見てる。ケンちゃんの子じゃないか。そうよ。そうよ、ケンちゃんよ、これ。ほら、よく。はい、お茶飲みましょう。はい、お茶飲みましょうか。お茶飲みましょう、お茶飲みましょう。いいよ、お誕生日だった。おそうじゃん。手もみ釜入り茶。今日はこの美味しいおぬき茶でいただきましょう。おぬき茶か。そう。100度ね、なっちゅうって。うん。カッポギ似合うやつ。あ、後ろにも、袖のところにもマークあるわ、これ、ペイントが。まあ、可愛らしい。ね、これ。綺麗な。これは素晴らしいね。肩がピー。そのコースターの可愛いがね、うん、ね、すごい、もう素晴らしいいただきもんやね。大抜き茶、手もみ釜入り茶、これまた美味しいで。はい、いただきましょう。2袋が最後やきね。おいしいがね、これ、ゴボちゃん。いい、おいしい。開けて。ばあちゃん、開けちゃうよ。はい、どうぞ。はい、無理したけることないな。腹に突っ込んでください。まあ、いや、ポッケにもある。うん、はい、お先、お先、はい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 、なんか抱きもね、これいけんのこれね、これ、これね、これが好き。うん、おいしい、見てこら、あ、お茶の絵にはむしゅう、はい、これ出した。これから見て、はい、あの、生涯かけて作られたとしてね、同じ味はもう出せんやって。はい、ありがとうございます。大切に噛み締めていただく。そう、しっかり。俺はいいから、ばあちゃん、じいちゃん、ばあちゃん、自分が、うん、うまい、おいしい。このごぼうの風味が何とも言えんがね、うん、ほんまにおいしい。ごぼうちゃん、これがもう食べれなくて悲しいね。これは美味しいわ。おいしい。うん、これはもう殿様が、殿様が美味しい、美味しいでござるというかじゃ、うん、その美味しい。うまいでござる。ござるがよくわからんけど、うん、うまいでござる。美味しい。
これは美味しいわ。ばあちゃん、ちっちゃい鏡持ってきたのか、見れるように。手鏡でも見れたらええろ。後で自分が見ます。ジミジミで自分が見る。これも楽しみ、うん、あの、大きい画で見たら、大きい画で美味しい、大きい画で大きな鏡ある、ね、大きな鏡あるやんか。大きな鏡と三面鏡で見たら、この茶美味しい、ね、美味しいね。どうぞ、うん、はい、うまい。おからちゃんもね、新しいなんか醤油味いうの出してくれちゅうけど、それはまた今度にするかね。いや、食べてみよう。目を今日はこれだけ。え、ごぼちゃんだけでいい。これだけ、これだけ。そうやね。よしのみ、知るんで、ある意味、敬意をあるで、知るんで。そう。敬意をあるで、知るんでって、今頃は、うん。こうやって素晴らしい職人さんの、素晴らしい技術、味わいが、もう味わいになるのは辛いね。ものすごい美味しい。いや、ご飯前にやまらんなっちゅう。もう食べ出したらやまらんね、これ。でも美味しい、ほんまに。ほんまに。ごぼちゃん、ごぼちゃん、うん、ふるかみ材はね、おいでて種入れるけんね。種を入れるってどういうこと？種を入れるの、いろいろ、うん、種は来年用の種入れていくの、うん、感動だ。おいしい。おいしいよね、これ。納得しました。ほんまにうまい。やまらん。またお茶に合うわ、これ。そうで、このお茶が良かったね。手もみかないかまいっちゃう。かまかまかま、そう、ポンキー、これ食べなさい。これうまいわ、みんな。へぇ、一瞬でかかる。お茶もう一杯飲もう。はいはいはい、もう一杯もいいね。もう一杯いただくぜ、こだろ。はい、またこれ、湯入れんときゃっけ。うまい、うまい。やっぱりこれ、大抜き茶系はぐっすり歯を入れんといかんわ。じゃないと、でもこの自然のあの、や、あの、脳に入っちゅうような茶焼き、はあ、これ、味わいがいい。しんわりとこう、しんわりってなるね、これ美味しいね。この味がね、これ美味しい味がしんわりと、じわりじゃなくてしんわり。それ今までに食べたことなかった味ね。この袋も綺麗に置いとこうや、はいはい、大切に置いとこう、綺麗に置いとこう。いや、本当に素晴らしいお菓子、ありがとうございましたね、はい、悲しい、なんかね、もう食べれるのやね、これ。こんな美味しいせんべい、これ、今日の日はね、うん、令和3年5月5日、うん、男の節句、うん、子供の日、うん、我が家のおばあちゃんの88歳、89歳満88歳と、こう満をつけて、その時ね、88歳。女性の年はね、あの、万年は男の年を言うときには風邪で言うの、はい、おいでよ。女性は万年言うの、男はあの風邪で言うの、うん、けど今は男女だけじゃなくて、そんなこと言われんか、両で男でいいのか、ね、昔はそうじゃったと。はい、じいちゃん、お茶出た、出ましたよ、はい、2000名ごぼうちゃん、はい、まあ行く日差しを収めさせていただきます。いやどういうこと、これやまらん、ほんまにうまい。やまらん、全部、まあ大体おいしいね、うん、この夏目田本舗さん、このおからちゃんとかごぼうちゃんとかうまい、うまい。おじゃこサブレはまたいいしね、もう全てがおいしい。
でもそのね、もうその亡くなる前にこの素晴らしいお菓子をいただくことができて、ある意味、まあそれはそれで幸せやったかなとは思うけど、食べ物が知らんまま終わるところやった。すごい、でも使えるもんをいろいろいただいてよかったね、ばあちゃん。大切にせんとね。欲しいと思いよったもの。うん、嬉しい。今ここに映ってコースターもそうやし、帽子もそうやし、エプロンもそうやし、財布もそう。ありがたいね。モデルが良かったらもっと大きくなすけど。ほんまにこれ山なんです。うまい。まだこれごぼう焼き、ごぼう風味焼き、この日本茶の大抜き茶でよかったね。お合うわ、うん、本当に田舎のなんやろ、こう昔ながらの作りのこうなんか本当にあの五右衛門風呂があるような家屋のこう犬走りとかで座って食べたら美味しそう。食べて飲んでしたら風情を感じる、ね、情緒とか。これはうまい。もうばあちゃん残りしっかり食べてよ。もう味わってよ、うん、ないよ。噛み締めてこの口で噛んだ瞬間にこのごぼうの風味が、ごぼうってね、なかなかこう食材として味噌汁とか入っちゃうけど、うわーっと湧いてくるのね。これがお菓子になるっていう発想がね、私ね、これも、これもすごく好き。おいしいよこれね、うん。でまた新しい味のね、あの醤油味もおから入っちゃうけど、それは今度のお茶会で食べましょう。まあばあちゃん、そのそうやね、とお茶も飲んだら、ごうじゃ残っちゅうぎ、それ全部食べたら、うん、まあその一言で感想、感想というか思いを言ってもらいましょうかね。じいちゃん食べてしまうで、食べるの、うん、どうぞ。まあ食べよ、うん、はい、引っ張りだもう。じいちゃんいけやふ、はい、はいはいはい、ないよ。ほな、いただきます。まあ美味しい。名残とくないが外せない。美味しい。名残惜しいね。うん、名残とくないが外せない。一袋が一瞬でなくなったね。あー、食べれんか、うん、もう。すんばらしい。美味しい、ね。まあお茶ゆっくり飲んで。あ、お茶いただこう。お腹がお茶がまた美味しいねよ。大抜けの番茶と来たら美味しいわ。うん、番茶じゃない、手もり、手もみ釜入り茶じゃん。それでね、このね、生地がね、うんうん、普通の生地じゃないのよ、これ、うん、どうね、うん、そうなんや、うん、普通はもう、うん、念のあれやけどね、うん、画質出てきた。すごい、これびっくりするよ。そう、スーパー行かれてみ、みんなが遠回りけてんと、ほんとにあのキャッシャーが打つのを手をやめるよ、びっくりした。キャッシャーって何？皆さんの温かいね、うん、孫子のこもった贈り物、うん、感謝してます。そう、大切に使わせていただきます、うん、ありがとうございました、うん、はい、おじいちゃんも行く人たちも胸いっぱい大切にとも君もありがとう、今日は、ね、まだんと生涯を込めてくれたお菓子に敬意を表します。ありがとうございました。 T シャツ、そうやね、生涯を込めて作った、もう食べれんこのごぼうちゃんが、うん、もう知らないじゃろ、うん、いやけどすごい知らない、感激してね、知らないよ。で、ばあちゃんの誕生日やけど、知らないよね。ばあちゃんの誕生日やけど、じいちゃんちゃっかり T シャツもらうというね。よかったね、ばあちゃん。けんちゃん、本当にちょっと、はい、頑張ってほしいね、うん、はい、けんちゃん、えい、はい、このこれがなくなったらちょっと寂しいと思うけど、何のことしいただきました、ごちそうさま、よいしょ、よかったね、
えいしょ、いい誕生日だった。いい誕生日、まだ夕食は残っちゃいますよ。そうですよ、うん、鏡へ行きましょう。はい、おばあちゃんの部屋で。そうそうそう。いや、すごいすごい。まあ、ここ映して。まあ、すごい。見て。若くなっ。まあ、いただき物ばっかり。もう、素敵な。素敵素敵。もったいない、これ。よう、日本中は。うん、ねえ、若くなったの。まことよう、日本。90歳だけど。日本言うたら、似合う。ね、似合う。89やけど。あのね、イメージしてこの色つけてくれたんやって。うん、そうやと思うで。うん、まあ、すごい合うもん。素敵。ありがとう。よかったね。嬉しいわ。うん、よかったね。ああ、本当に。長生きしてよかったわ。うん。うん。本当にあったかい贈り物いただいて。うん。心のこもったお手紙は一人でこっそりまで読ませていただく。はい、よかったよかった、ね、素敵な動画で、素敵、もう本当に恥ずかしい限り。よかったね。ねえ、ん、あまりにもこれもったいなくてね、エプロンで使うの、うん、ここへね配色を考えてここへつって、うん、これで宝物にしちゃったか。そうなけどね、うん、今晩はまああの当てたけどね、これ生地なんかも洗っても大丈夫やから、うん、洗ってもかまんと思うけど、なるだけ洗いたくないから出かけて楽しみよったわけよ、うん、けどね、あのあれさせていただくわ、もったいないけど、これは世界中で1枚やと思う。うん、そうよ、本当に。ほんで、うん、できる、もう宝物やったのよ、うん、こんなんやったらもうその日から使うけど、あれはちょっともったいなかったのよね。けどもう明日からね、四五連程度に、はい、すごく気持ちまでもう本当なんていうかな、うん、おばあちゃんにとってはこれ宝石みたいな感じ、うん、すごくこれも本当にね、うん、もったいない、よう使わんかったけど。うん、首へやったらその日からずっとするけど、エプロン言うたら洗わんといかんと思ってね、もったいないからと、うん、と思ってこうやって楽しませてもらってました、うん、はい、明日からけんな身につけるからね、はい、うん、それだけ大切にしてもらったら嬉しいわい。けど語っただけではいかんの、身につけとかんとね、